薄々聞いてた、薄々っていうか、まあ聞いてたんですけど、そう、実はさ、もうずっとちょっと秘密にしてたことがあって、そう、それは何かというと、私が今働いてる、まあ休業、私はね、休職中なんですけど、そう、そこのお店がなんとハワイで、はい、皆さんこんにちは。もうやばいです。やばい。今日は2021年の8月22日日曜日、お昼の2時半過ぎです。そう、今日はね、もうハリケーンが近くまでもう通り過ぎたんですけど、その影響で大雨で、もうずっと大雨。そうで、今日は家から出る予定はまあ全くなかったんですけど、なんか職場のサブマネージャーが、ちょっと時間ありますか、話したいですっていうテキストをが送られてきて、えっと思って、なんだろうと思ってさ、そんなこと2人でさ、こう話すなんてことなかったから。マネージャーとはあるけど、あとはみんなでとかは全然あるんですけど、いきなりサブマネージャーが、どうしたと思って、なんか深刻なことでもあったのかなと思って、ちょっと心配で、いいよって言って来ました。ガガガ、今日がさ、それがさ、そう、もういろんなお店が、そう、閉店っていうかな、今日はクローズしてて、そうだから空いてる場所が全然なくて、でもちょっとこのライオンミルクは空いてそうだったので、ライオンミルクにしました。まだ来てないかな。あ、バイバイしました。そう、なんとさ、まあ、薄々聞いてた、薄々っていうか、まあ聞いてたんですけど、そう、実はさ、もうずっとちょっと秘密にしてたことがあって、してたことがあって、まあ、そう、それは何かというと、私が今働いてる、まあ休業、私はね、休職中なんですけど、そう、そこのお店がなんとハワイ店ができます。イエーイ。そう、これね、結構ずっと表面下で動いていて、で、そう、それで、そう、さっき今会ってきたサブマネージャーが、なんとそこのマネージャーになって引っ越すらしいの。そうだから、 それでいろいろ話したいって言われて、今ちょっと話してきて、ハワイのいろいろ知りたいって言うから、そう、アメリカ人だけど行ったことがないから、ハワイにいろいろ教えてって言って、いろいろ説明してきました。いや、びっくりびっくり。そう、そのね、サブマネージャーも行くのってこの間聞いた、1ヶ月前かなぐらいに聞いたら、いや多分行かないみたいなこと言ってたけど、行くじゃんみたいな。で、まあ、秘密だったのかな。そうで、私もさね、ハワイとやっぱニューヨークを行き来するような生活がね、まあできたらいいんだけど、分からんけどね。そう、でももう次多分9月か10月にもう一回私も行く予定なので、じゃあ向こうで次は、いや、まだもっと会うけど、向こうでもなんか働いてほしいって言われて、嘘マジでみたいな。でも私はもうなんか、こう、なんだろう、そこに属して働きに行くっていうスタイルはちょっと今うーんってずっと考えてるとこなので、たまに手伝うとかだったらいいよみたいな話し方はしてきました。そう、ずっとこう、なんかもう正社員とかになる気もないし、なんだろう、なんかね、うん、やっぱこのコロナになってね、ちょっとやっぱいろいろも変わったから、考え方も、私は、まあ、ずっと言ってるけど、どこでもやれる仕事がやりたくて、本当もうなんかもう全然全く怪しくもなく、ネットワーク系でもなく、なんか自分で確立したものが欲しくて、今そこでもがいてる途中ではあるんですけど、まあ、グラフィックデザインだったり、ウェブデザインだったり、
つはたまたまあその案内人だったり、そう一つのことを私はね、私は一つのことをやるんじゃなくて、いろんなことを今まで自分がやってきたことをちょっとずつでもやれたらいいなって思っている方なの、思ってる意見じゃない思ってる考えに変わったので、ちょっとそれを実行していけたらなっていう感じなんですけどね。そうよいしょ、雨やばいな。まあどうなるかはわからないけど、やっぱりこうニューヨークにいても、まあ、ハワイにいても、まあ、はたまた日本にいても、でどっかにねこう旅に行ってる途中でも、まあ、働きながら何かね自分にやれることがあるならそれが本当に一番だなって思うし、そう、まあ、雨の中でも外でピザを食べます、それがニューヨーカーです。そうそうなんですよ ね。だからどんな風に自分のこの1年後どうなってるんだろうって思うとマジで未知すぎてわからんけど、まあでも私は今本当に楽しいし、心からニューヨークが大好きだし、でもハワイも大好きだし、そうで、はたまたさ、はたまたじゃなくて、あの周りでもやっぱりまたムーブする人たちも増えてきて、なんていうかアメリカの中で、そうだから私もこう自分が思ったタイミングで、そういろいろ引っ越すのもありだし、ちょっと短期引っ越しみたいなのをするのもありだし、そういうことを考えてます。やばいね、雨の日の散歩してます。今実はそう、そのままちょっと家に帰ってもよかったんですけど、なんかねこうちょっとびっくりしすぎてみんなに伝えたかった。そうというわけで、そう情報公開、私の職場ハワイに進出します、イエーイエーイって言ってもね、まあもうみんなは知ってたんですけど、でまあ結論から言うと、まあどうしようかな、やっぱりやめておこうかな。そうまあ今ね本当に自分の中でハワイに縁があって、だからまさか私の職場までもハワイにお店ができるなんてって感じで本当にびっくりしてるんですよ。ねえ、こんなことあるみたいな、本当にびっくり。そう、いや本来、まあ、言っちゃおう、本来なら私本当はこの間のハワイ引っ越す予定で下見に行ったんですよ。そうで、もう9月1日から私はハワイに引っ越しますっていうもう定位でマジで動いてきたしだったんですけど、ニューヨークに帰ってきてなんか最近とか、まあ、いろんな方と出会っていろんな自分で行動とかもしてみるうちに、あ、ちょっとやっぱりまだ私はニューヨークでいろいろやりたいなっていう思いに変わって、そうなのでちょっとね本当はもうそう9月1日に引っ越す予定だったんですけどやめたんですよ。そうちょっとこれをねずっとこの半年ぐらい考えててね、全然言えなかったけどちょっと今日このタイミングでもう発表しちゃいました。そうそれももうお店のスタッフたちにも伝えようとしてたら、結構前にねハワイから帰ってきた時ぐらいにしたら、まさかの向こうもハワイに店出すみたいな、やばいね、私どんだけオーナーと縁があるとって思ったもん、マジでびっくりしたわ。そうまあそんなことはいいとして、そうなんですよ、だからねちょっとこう、そうまあそのサブマネージャー今日会ってた子もすごく今はすごいストレスフルだって言って、本当ミーティングとかもなんかいろいろがストレスで助けてみたいな感じで助けを求めてくれたんですね。私がちょっと本部っていうかまあそう携わってたからね、オーナーと直に
そうで、まあ、自分なりのアドバイスもしたりして、あ、そっかみたいな感じで、もう本当にやばいよみたいなことずっと言うけん、大丈夫大丈夫みたいな。そのサブマネージャーは今日本語の学校に通ってて、そう今ねめっちゃ上達しとって超びっくりした。だから私はもう甘えてほぼ日本語ちょっと英語みたいな感じになってるんですけど、そうそう、でもそれをなんか直接会って、あのマネージャーに昇格した、しかもハワイに引っ越すってことを直接言いたかったって言ってくれて、いやありがとうと思ってめっちゃ嬉しかったです。だからやっぱりこう向こうにいるときは私も全然手伝うからね。いやもちろんニューヨークでもなんかやれることがあるならもちろん手伝うし、ハワイに私がいるタイミングでなんか困ったこととかヘルプしてほしいことがあればいつでも言ってねみたいな感じで今別れたんですけど、いやなんかより楽しくなりそうじゃないこれ。ちょっとまた一つびっくりなこと起きたよね。いやほんとびっくり。しかもそのサブマネージャーのこともすごい好きだから、私ね、まあ、みんなのことすごい好きなんですけど、そう、もうまさかこんなことが起きたんですよ。はい、というわけでやっぱりさ何が起こるかわからんね、マジでびっくり。もじゃあちょっと帰りホールフーズとセフォラに寄って帰りたいと思います。それでは皆さんまた明日、バイバーイ。レアビューティーのセレーナもなんかこれがいいらしくて買ってみようかな。化粧フォーインミスト化粧水$24買ってみよう。でも私はアップオペしか持ってない、使えるのかな。